こんにちは、デリシキッチンです。レンジでもつ煮込みを作ります。もつ 300g を用意したら、お水 500cc を加えましょう。ふんわりとラップをかけて電子レンジで加熱してください。流水でよく洗いましょう。味噌大さじ2とお酒 200cc、 みりん大さじ2、醤油大さじ2をよく混ぜます。しっかりと混ぜ合わせてください。今度は流水で洗ったもつをボウルに入れます。ここに千切りにした生姜とネギ1本、いちょう切りにした大根、人参を加えます。さらに1センチ角に切ったこんにゃくと合わせ調味料を加えてください。軽くなじませましょう。ラップで落とし蓋をします。ふんわりとラップをかけて電子レンジで加熱です。よく混ぜてください。また落とし蓋をしてラップをかけたら電子レンジで加熱です。今度は落とし蓋をしたまま粗熱を取りましょう。全体を軽く混ぜます。完成です。いかがでしょうか。以上、デリシキッチンでした。